説は不思議の国のアリスみたいに読むパズル冬のカフェは混んでいて地獄僕に任せてと言ったあなたの可愛い導くのだ今運命というか UFO にさらわれていくようだよ彼女を僕は姫様と呼ぶのだが彼女は常識なくそれ言うそういう風に言うってことでも才能があるからみんなに許され愛されたまに妬まれても人一の努力家でしつこいそれは言いたいもちろん最高の意味でだそこ好きなのだ日々は意味苦くて変わり終わり来ることもない回転体惑星高校生だった私の秘密僕に歌わせてと言ったあなたの無邪気さデカ無自覚その救いと愛しさ君は笑う僕はキュンとくるカイリー・アーヴィン見た後だったからさらにだ思うんだアパートの階段登りながら階段を割らなければいいじゃんこのまま君とここで登り続けれるじゃんって五番街深夜に下ろう雪街君もしって言葉遊び負けそういや負けないぞああなんてことだ内なるエネミードラゴンに勝ち大宇宙へと手を取り飛びたいのだSound out